ブランドワンジュンギョヘアーが市場に登場した瞬間、まるで美術館のように魅力的なウェブサイトに私は圧倒されました。その美しいデザインに診断されました。このブランドについては以前から存じ上げておりませんでしたが、トワイスやルセラを手掛けるヘアメイクアーティストが手掛ける、売り切れ続出の超人気コスメだということですね。カナダのボシュロムだけでなく、 韓国の会社からも起用される平野翔くんの力は本当にすごいですね。このヘアケア商品は5月1日から販売されるとのことなので、とりあえず今日はナゲット買いに行ってきます。翔。神宮寺くんや岸くんがそれぞれのお仕事を楽しみにしています。スムースなビジュアル、スタイリッシュながら身近に感じられる。いやいや、 もう神々しさが身近には感じられません。平野くんの最近の神、脱色して染めてるのに、いつもツヤツヤで美しいなって思ってました。この製品を使うのが楽しみです。もう舞い込んできてると思いますね。解禁が楽しみです。神宮寺くんも顔美しいので、お仕事が舞い込んでくると信じてます。事前情報が一切なかったので。 朝びっくりしすぎて叫んだ上に携帯を落として一人で騒動してましたショー。マックのタップリズムの三人が可愛いと思った後のこれはやばいです。控えめに言ってやばいです。語彙力ぶっ飛んで行きました。再始動後のお仕事がどれも質のいいものばかりで企業さんに愛されているな、と感謝しかありません。ウォンジョンヨも CM とかあるんでしょうか 静止画でこの迫力、動く将軍になったら私は五輪中確定です。楽しみに待つことにします。ヘアケアなのに公式 HP が顔重視ショットをたくさん載せてる。顔が強すぎるな。それにしてもウォンジョンヨの広告になるということは、韓国での知名度もぐっと高くなるね。着々と世界進出が進んでる。 どれだけのジャンルを制覇してきているんだろう。あとは筋肉美を活かした CM もお願いします。スポーツ関係とか。何をやっても存在感抜群だから起用したくなりますよね。圧倒的にこの世代のスターだと思う。同世代に顔が整っているジャニタレや俳優はいるだろうけど、オーラが違う。そこにいるだけで完結するくらいスター性がある。 いつも三人に何かいいお知らせがあると、御用達の週刊誌が下げ記事を出す流れだから。毎回書き込み欄もなくて、よくある米数稼ぎでもないからわかりやすい。マックのあの三人のダンスかわいいですね。モノクロ将軍別カットの銀髪将軍を見て、うわ、あまりに綺麗すぎて思わず声が出ちゃいました。電車内じゃなくてよかった。嬉しい気よう。 知らないメーカーだったけど、探して買う。ナゲットも水も買うよ。あんな辛い思いして、押しは押せる時に押せ。実感したもの。ヘアケア来ると思ってた。またまた新しい将軍に会えるね。さらさら部屋の将軍を放っておくわけないよね、買います。この度。 人気アーティストトワイスやスター俳優平野翔が手掛けるおしゃれで話題のヘアケアブランドワンジュンギョヘアが新発売されることとなりましたマックナゲットの CM でも話題となった人気3人組が手掛ける本格ヘアケアアイテムがついに一般の皆様の手に渡ろうとしています突然の発表に SNS では歓喜の声が殺到待っていたとてもワクワクするなど ファンの間で大きな反響を呼んでいます。そもそもなぜこのようなブランドが誕生したのかそしてその魅力とは一体何なのでしょうかワンジュンギョヘアーが注目を集めているのは、そのブランド設立にも大変興味深い経緯があるからです。このブランドを手掛けているのは、トワイス・マンスター X。 ルセラなど多くの有名アーティストのヘアアレンジを手掛けるヘアメイクアーティストの平井みなみさん。平井さんは数多くのトップアーティストのヘアスタイルを手掛け、彼女の手によるヘアアレンジはファンの間でも高い評価を得ています。そんな平井さんが以前からファンからの強い要望に応える形で自身のこだわりを詰め込んだヘアケアブランドランスを立ち上げたのです。ファンからの 平井さんのようなサラサラで美しい髪が欲しいという声に依頼、長年の経験と知識を活かし、オリジナルのヘアケア製品を開発したのが始まりでした。そして、ランスの製品開発にあたっては、さらなるブランドの注目度を高めるため、トワイスやルセラ、そしてヒラノショといった人気アーティストを起用。彼らのイメージとブランドの世界観を見事に融合させ、 大きな話題を呼んでいます。ブランドの世界観を牽引する3人のアンバサダー。ランスのブランドアンバサダーに起用されたのはトワイスのメンバー、そして人気俳優の平野翔です。トワイスは世界中で熱狂的なフォロワーを持つ K-POP グループ。グループのメンバーの美しい髪スタイルはファンの憧れの的となっています。そんなトワイスのメンバーが ランスのイメージキャラクターを務めることで、ブランドのイメージがさらに高まることが期待されています。そして、平野翔は最近では数多くの CM にも出演し、その抜群の顔立ちとスタイルの良さから絶大な人気を誇る俳優です。ランスのイメージキャラクターに起用されたことで、ブランドのプレミアム感が一層高まっていると言えるでしょう。特に、 平野翔の美しい髪スタイルは多くの女性ファンの先望の的となっています。彼がランスのアンバサダーを務めることでファンにとっては待望の製品となりそうです。3人のアンバサダーがそれぞれの魅力を発揮しながらランス、ブランドの世界観を牽引していくことが期待されています。ワンジュンギョヘアのラインナップはシャンプー、コンディショナー、ヘアオイル、ヘアパックなど 基本的なヘアケアアイテムからヘアエッセンス、ヘアスプレーなどのスタイリング剤まで幅広い製品が展開されています。特に注目なのがヘアオイルとヘアパックです。これらの製品にはアルガンオイルやバオバブオイルなど高級感のある植物オイルが贅沢に配合されています。また成分には動物性の原料は一切使用せず。 ビーガン認証も取得しているなど、環境への配慮も忘れていません。さらに、製品のパッケージにもこだわりが感じられ、ブランドイメージとよく合っています。そして何より注目なのが、ブランドの公式サイトに掲載されている製品使用後の紙の写真。トワイスの美しい紙はもちろん、平野翔の艶やかな紙も圧巻です。 まさにランスの魅力が存分に発揮されている、見事な仕上がりだと言えるでしょう。多彩な製品ラインナップと美しい仕上がりが魅力のランス。ファンにとっても、一般の方にとっても、見逃せないブランドと言えるでしょう。ヘアケアを超えた、ワンジュンギョヘアーの可能性、ワンジュンギョヘアーは単なるヘアケアブランドにとどまらず、さらに大きな可能性を秘めていると言えるでしょう。 まず、トワイスや平野翔といった一戦で活躍するアーティストがアンバサダーを務めていることから、ブランドのプレミアム感が際立っています。彼らの美しい髪の毛を実現するためのヘアケア製品として、多くの支持を集めることが予想されます。加えて、ブランドの世界観や理念、製品設計にもこだわりが感じられます。動物性原料不使用やビーガン認証取得など、 環境への配慮は時代の要請に応えるものと言えるでしょう。さらに注目なのが、平井美なみさんという実力派ヘアメイクアーティストが、ファンの声に依れて立ち上げたという点です。ファンの期待に応えるべく、長年の経験や知識を活かし、自身のこだわりを詰め込んだ製品を開発したというストーリーは、多くの支持を集めています。 ワンジュンギョヘアーがこれからどのような展開を見せるのか、ファンや一般の方々の期待は高まるばかりです。ヘアケアを超えて、さらなる可能性を秘めたブランドとして、今後の動向に注目が集まります。コスメ界に新たな風を吹き込むワンジュンギョヘアー。その魅力を堪能するために、ぜひ一度製品を手に取ってみてはいかがでしょうか